左が大橋光右は両、大橋光夫。右は、両両儀。大橋光夫は、日本の実業家。昭和電工最高顧問。同社元社長、会長。公益財団法人日本台湾。交流協会会長。慶応義塾評議員。国民政治協会会長。父は、政治家で、老将や、運輸省を務めた、大橋武夫。祖父は、元首相の浜口裕子を、 富士銀行元頭取の岩佐外実は岐阜、東京に生まれる東京教育大学附属中学校、高等学校を経て、1955年に慶応義塾大学経済学部に入学。同大学を卒業後は三井銀行に就職したが、3年足らずで退職。1961年12月に昭和電工に入社する。入社直後の1962年。 昭和電工が、ヤワタ製鉄、カイザーアルミニウムと合弁で設立する、スカイアルミニウム計画のため、米国に派遣される。本社に復帰後は、石油化学部門を担当、1988年に総合企画部長となる。1989年、取締役総合企画部長。バブル景気崩壊後の経済低迷の中では、百九十三年に、常務取締役となり、 多角経営が一般的な科学業界では異例となるポリスチレン部門の朝日ヒカへの売却を指揮した1995年専務取締役、1997年の代表取締役、社長就任後も選択と集中を進め中期経営計画を前倒しで達成した2005年3月期決算を前に退任、1月に代表取締役会長となった。 2007年から取締役会長、2010年から相談役、2014年から最高顧問、現場引退後も石油化学工業協会会長や日本化学工業協会会長、中外製薬の社外取締役等を務めている。2005年から水保フィナンシャルグループ社外取締役、2011年6月、日本と台湾間実務関係を維持するために、 設立された特殊な性格を有する団体である。公益財団法人日本台湾、交流協会会長に就任。昭和天皇、秋人上皇。三子、正田秀三郎、正代和夫。宿。小林和助次家、広志浜口祐子,子。浜口武彦。公。富士、大橋宗夫、夏、大橋武夫。大橋光夫。浜口岩根武べ。両栄子。 古澤純一、古澤義文、百合子、鳩山一郎、鳩山一郎。ありがとうございます。